お腹は力入れないんです。お腹から力を出すんです、うん、お腹に力がピュッと入ってしまったら縮こまってしまう。お腹から力をワッと出すんです。軸とか腹とかっていうのは、何のことか、何のことかというと、これは力の出所なんです。いいですか。力の出所が、この辺から力の出所になってくると力が弱くなります。ゆくゆくはそれこそ自然体というのは地球というこの環境に合致して動くともっともっと大きな力が出ますよということなんですが、今体の使い方ということで、最も修練に適しているのはお腹から力を出すということです。この剣の切先がお腹からビュッとこう一番遠い軌跡を描く、バッ、このような振り方をします。でこの切先の描く円周がどこを中心としているかというと、肩ではなくてここなんです。ここからビュッ、遠心力の働く出どころがお腹だというふうな感覚を持って振ってみてください。まっすぐ中段に構えます。刀を西岸に構えます。構えたままこの手をこういうふうにしない、手首をこういうふうに動かさずに、このままの手の形でまっすぐ上げると、頭の頭上に振りかぶると刀の角度はこのようになります。このようになるのは手首が曲がってます。この角度、この角度で、この角度のまま一番この切っ先が自分の体から遠いところを通るようにビュッと振ります。この、放り投げると言いますけれどもね、放り投げるようにビュンッとこう振ると、振った時に自分のお腹の意識ができてきます。これがね、肩の力で振るとやっぱりこの円周が小さくなる、直径が小さくなる。肩の力で振るとそうではなくて、お腹からバッと振ると自然に円周が広がります。大きな力が出ます。バッと大きな力が出ます。と力を抜いて、でこっからここまで、こっからこの切っ先までビュンとなんか力を通してみてください。そのビュッと伸びたのが前にビュッと掘り投げる感じ。そう、はっはっ、そう、今こうなられてますので、ここを中心にピュッ、パッ、そう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 、肩が体パッとこういうふうに上げる。でこの時に振り下ろす時にグッとこういうふうにやるんじゃなくて、胸を張ったらここから、息吐きながらでいいんですけど、ふっとこう、息をふっと吐いてこう前にスパッとこういうふうに切ると、肩は使わないで結構。例えばですけども、野球のボールを投げるときに体に力が入ってたら投げれないでしょ。ボールを投げるというのと刀を投げるというのは一見違う動きのように見えますけれども、基本的な人間の体の使い方としては同じなの。なので、剣を振るときにこうやっぱり ここで振ってしまうと、どうしてもこのお腹の力というのは使えなくて、こう振り下ろすときにちょっと息を吐いてみてください。人間、息を吐きながら体に力入れられる人はめったにいませんので、ちょっとこの、振り下ろすときに息を吐いてみてください。そうすると脱力の手助けになると思います。脱力ということはつまり、腹の中心力の養成に、役立つと思います。ちょっともうちょっとそれで経路してみましょう。はい、遠くに行くところをピュッとこう、そう向こうへ掘り投げるということは、なんだろう、基盤のところがピタッとしてないとひにゃっとならへん。よっ、うん、お腹かんで、それがだんだん分かってきたらお腹から使う。うん、そうや、うん、大丈夫、大丈夫になりました。